ラームチャランはインドのテルグ語映画で活動する俳優、映画プロデューサー。テルグ語映画界で最も出演量が高額な俳優の一人に挙げられている。2015年7月に航空会社トルージェットの設立に参加。2016年には映画制作会社コニデラプロダクションカンパニーを設立する。また、ポロチーム、 ラームチャランハイデラバードポロライディングクラブのオーナー、マーティー・ビーの取締役を務めている。1985年に、デルグ俳優チラン・ジービーの息子として、マドラスに生まれる。ラームは、アル・ラーマリンガヤーの孫であり、コニデラ・ナゲンド・ラバーブ、パワン・カリヤーン、アル・アラビンドの甥いにあたる。いとこには、アル・アル・ジュン、バルン・テージ、サイダ・ダラム・テージがいる。チェン内で、 初等教育を終了し、大手の高等学校に進学する。2011年12月1日にプラタープ、シーレッティの孫娘で、アポロチャリティ副会長、ビーポジティブマガジン編集長を務めるウパサナ・カミネリと出会い、2012年6月14日に彼女と結婚する。2007年公開のカオサで主役を演じて俳優デビューを果たし、 映画は40劇場で100日間超えの上映期間を記録した。映画では父親殺しの男チャラン役を演じ、rediff.com からはラームチャランは有望な俳優です。彼はダンスとアクションが得意なように見え、ダンスナンバーとして非常に優雅ですと称賛されている。彼は映画での演技を認められ、フィルムフェア賞ミナミンド映画部門。 最優秀新人団優勝と南ィ賞審査員、特別賞を受賞した。2009年公開のマガディーラ勇者天章でも主演を務め、同作のヒットによりラームは、テルグ語映画界のスター俳優の地位を確立した。インティギー・リッツは、チャランは成熟した演技を行い、映画をうまく進めた。彼の演じた二人の役は両方とも正義を、全うし、 各所で父親を思い出させると批評した。同年には、ペプシコーラの広告キャンペーンタレントに選ばれた。2010年公開のオレンジに出演して、主役を演じ、インティギー・リッツは、ラームチャランは、映画全体を通して優れた演技をしました。彼のメイク、服装、ドレッシングスタイル、アクセサリー、ボディーランゲージは観客に、爽やかな男の感覚を与えたと批評している。 2012年公開のラチャではギャンブラーを演じ、インティギー・リッツは強力な脚本があれば、チャランはより優れた演技ができただろうと批評している。チランジービ60歳の誕生日を祝うラームチャランとサルマン・カーン2013年公開のナエックでマフィアのボスとソフトウェア社員の2役を演じた。ザ・タイムズ・オブ・インディアは、ラームチャランは良い仕事をしたが、彼が演じた二人のキャラクターには、 相違点がなかったと批評している。映画は好意的な評価が多く、工業的にも成功している。同年にはザンジェアでも主役を演じ、ムンバイキヒーローの歌を担当して歌手としてもデビューした。2014年公開のアバデューで再びに役を演じており、バンガロール・ミラーはラーム・チャランにとってアバデューは彼の地位を確立するために不可欠な存在です。 彼は二つのキャラクターにバリエーションを持たせるために最善を尽くしていると批評している。サファイは初期の出演作品と比べて今回のラームチャランはかなり良い仕事をしている。彼の演技は激しいシーンやアクションシーンで効果的に現れると批評している。同年にはゴビンダル・アンドリバドルにも出演しており、批評家から高い評価を集め興行収入も4億。 ルピーを超えている。2015年公開のブルース・リー・ザ・ファイターではスタント・マン役を演じている。映画は弱い脚本とコメディ要素のため工業的に失敗している。2016年公開のドルバは工業的に成功を収め、ザ・タイムズ・オブ・インディアはラーム・チャランは最高のベストを見せます。俳優として彼は高い感情を必要とする全ての場面で、 印象的に映ります。主役として見せなければならない場面では、彼はファンを失望させなかったと批評している。2018年には、ランガストラムに出演している。ラームチャラントプリアンカー・チョープラー、ありがとうございます。